続いてのお悩み相談ですが、次はなんと VTR が届いているそうですよ。すごい。はい、じゃあ見てみますかね。誰なの？VTR お願いします。あーい、あー、すごい。みなさん、こんばんする。お前はね、3期生の白金ノエルです。いや、団長、皆さんにどうしても聞きたいことがあります。なんだよ。暑い日に食べるならスイカとメロン、どっちがいいですか？いや、よだれ垂れちゃうな。マジどっちでもいいな。こんな感じで以上です。食いたい方食え。食べたい方食べろ。以上じゃない。団長、もしかしてさ、おっぱいにさスイカとメロン入ってたのかな。え、でもそうすると結構大きさ違うけど大丈夫？あ、違うかもね。じゃあ違うかも。つばちゃん止めろって。つばって、つばって、今大丈夫だ。ちょっと今、いや、まさかミオさんがボケ出すと思わなくて、ミオさんって頭が混乱して何も言えなくて今。暑い日に食べるならスイカとメロン、どちらがいいか、ちょっと悩んでいただいてね。ミオさん、でもさ、メロンと同じぐらいの今司会してんだろ。あるからね、うん、というわけで、じゃあ一列に並びましょうか。はい、どうぞどうぞ。はい、どうぞどうぞどうぞ。はい、並ぶか。てはい、こっちがスイカです。 A がスイカ、はい、B はメロンです。はい、それではいきますよ。せーの、こっち。こっち。おお、分かれた。分かれた。いけ、見よせ、バトルだ。いや、待って、リベートした。頑張った、リベートだ。いや、まずスイカ、なんでスイカにしたのかちょっと教えてよ、スイカ大使のスバルさん。まあ、スイカ大使のスバルとしてはですね、まずですね、夏といえばスイカ、これはですね、まごうことなきイメージなんですよ。季語にも多分あるスイカみたいな感じで。ありそう。そうでしょ。で、あとスイカの方が水分が多いので、こう喉が渇いて痛い痛いするぜ。聞いてる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 聞いてます聞いてるよ。塩振りながら食べると熱中症対策とかにもなるもんね。あ、そうです、そうです、そうです。ミオじゃやだ。なんか怒って、ミオじゃ怒って。その立ち位置だと前から取ると重なっちゃうから。こういうことか。違うだろ。プロデューサー、ね、違うだろ。ミオじゃ話を聞いてよ。はい、じゃあメロン派の二人は、メロンはなんでメロンなのかっていう、その話は教えてほしいんだけど。素敵な話があるからね、進行が、ね、はい、はいはいはい、はい、座ってるけど大丈夫？受けちゃってるよ。受けちゃってくるか。ちょっとコロさん笑ってるんで僕が答えるんですけど。絶望してるみたいになってるぞ。絶望してないよ。あ、ね、やっぱメロンの方が美味しいからです。それはなんかさ、あなたの感想ですよね。それはあなたの言葉じゃないですよね。スイカ大使だからね。スイカ大使だぞ、ホロライブの。ホロさん大丈夫？大丈夫。コーネはなんでメロン派なの？なんで？メロン苦手だったですよ。あ、そうなんだ。だったですよ。だったですね。やって、ね、最近メロン食べて、すごい美味しいものだなって気づかされたんですね。なるほどね。やっぱスイカもいいですけれど、やはりメロンの方がいいのではないかなと。まあ、メロン、メロンの方がさ、メロンってもうやめとけ。もうやめとけ。スイカだとさ、カネ切れるけど、メロンだとさ、シリーズ棒、シリーズ棒。シリーズ棒でいいんだって。でも確かにこれはもうバトルした方が早いな。平行線だ。いや、もうスイカ大使としては争いたいんじゃない。いや、でもスバルはさっき、うん、争いによって落ちりを負傷してるから。でも勝ったよね。いけるじゃん。いけるけど、わかんないけど、ポケモンみたいに召喚されたから。いけ、お前よ、シリズモーだ。いけ、みよさん、よけろ、みよさん。逆だろ、逆だ、逆だろ、逆だろ。みよさん、始めてください。みよさん、あかんよ。逆、逆だろ、逆だろ、どうなってんねん。逆。遅いよ、スバルちゃん。コナベが不思議なほどに遅いのかな。何が始まったのか。ちょっとどっちも見ないと。ちょっと何
よ。全然おもろないわ。スバルなのね。ちょっと待って、みおちゃんそんな感じだと、どうすんだよ、スバルのケツがさ、向こうまで飛んでったら。スバルちゃんのケツ壊すぞ。やめて、スピード、これ大変な暴言だろ。みおちゃん止めてよ。暴言は書いてます、レッドカード大丈夫。じゃあ行きますよ、はい、受けてみて。え、ここでぶつけ合い、うん、逆だよ。そっか、逆か、まあ、逆だよ。逆だよ。死ぬぞ、死ぬぞ。わーしょ、あらー、くれ、なだって。オッケー、オッケー、オッケー。逆だよ。せーの、ゴーゴーレッツゴー。